はい、では今日は、まあ、僕の、こともそうなんですけど、まあ、あのベストスコアを出した時に何の練習をしていたかとかをちょっと説明していきたいと思います。で、まあ、あの僕ベストスコアが、60なんですけど、まあ、実際距離が短いコースで、でもコースがすごい狭い亀山カントリークラブだったと思うんですけど、まあ、そちらの方で、まあ、コーチと回ってる時にショットが調子いいなと思って気づいたらスコアが60だったっていう覚えがあるんですけど、まあ、その前は僕は64までしか出したことなくて、まあ、その4打がすごい僕らの中では大きい4打なんですけど、まあ、それがなんで変わったかというのは、多分ショットがその日はドライバーにしろアイアン、ウェッジ、全部の距離感なども結構揃っていたので、それが理由だったんですけど、それのこういった練習をしてたから良かったんだなって思うのは一つあるので、それを紹介していきたいと思います。で、まず、まあ、僕が普段持ってる、常に持ってるものの一つなんですけど、こちらですね。これは何かって皆さん思うと思うんですけど、これは、100円ショップでよく売ってる子供用のフラフープを、僕はまあこれ今3本なんですけど、全部は使うことはないので半分なので4つか3つだいたい持ってます。で、これをこれが何でいいかって、結合すれば形になるので持ち運びがすごい便利っていうのを一番僕はいいなと思ってたんですけど、こうやって意識することによって、まああとプラスアルファでツアースティック、まあこれは多分プロゴルファーは誰でも持ち歩いてるかなと思うんですけど、こういった意識ができると最下点に対して、円形のイメージっていうのをすごい意識できるので、まあ、例えばですけどスイングで言えば最下点の位置が決まって、これを実際地面に置くんですけど、これが実際スイング中では空想の中でこういった円があって、これがこうつながっているものをずっとスイング中に変えないように、まあなんでスイングでイメージするとゴルフクラブにこう持ったりとかしてフェースと綺麗に合わせて、で円形の傾きなども揃えたり、まああとはまっすぐにしなきゃいけないってよく言われるんですけど、実際は体の中心にしてこういったクラブが円形の運動を行う中のボールをヒットすることなので、ここに置くことによってまっすぐの意識を消してクラブに対して円運動を起こすっていうことがすごい意識しやすいので、僕はこの練習はもう、そうですね、今のコーチに変わってもう7、8年になるんですけど、まあ、それぐらいずっと持ってます。6、7年ぐらい。なのでこれ、まあ、しかも100円ショップで簡単に買えるのでなくしても、また手に入りますし、まあ、子供用でプラスチックですごい軽いので持ち運びもすごい楽で、僕はこれを常備してます。まあ、この練習器具でその円形のイメージができて、自分のスイングのプレーンのイメージができて、でインパクトゾーンにそれを置くことができて、よりスイングのイメージがこう空想の部分から持っていきやすいっていうのもあるので、アマチュアの方、まあ100円ショップで全然立ち寄ることがあれば、これ一つあると練習の内容が少しいい方向に向かうかなと思うので、ぜひこれは試していただきたいと思います。ではとりあえず、まあ一通り説明はしたんですけど、これを使って実際に打ってるところを実践したいと思います。で、まあ目標方向に対してまずこの最下点というのも決めるのもすごい大切なので、大体のイメージで、まあここからパッと見の後方線上がまあグリーンがあるので、グリーンの位置に対しての平行のポジションで、そこに対しての最下点を1個決めます。でそれに対してこれをフラフープをしっかり円に見えるような位置でしっかり置いてあげる、これが大事です。
で、皆さんここに最下点が1個あって円のイメージがあればあとはもう簡単です。最下点の位置にボールを置いてあげて、最下点の位置でグリップが来るように意識して、ボールがだいたい自分の真ん中ぐらいか、じゃやや左に見えてもいいんですけど、それぐらいの位置に置いてグリップを作ってあげたら、この円の方向にクラブヘッド、グリップっていうのを一緒に上げてあげるのが大事です。これを例えばここが上昇するのにここが上昇しないってなってくるとってなったらおかしいので、自然とアドレスした形を何も変えずにフラフープと同じような円をしっかり描いてあげて、腰の位置まで来たらあとは上昇ですね。で、元の位置に戻ってインパクト、フォローで肘の位置が曲がってくるっていう上昇の、この意識をするだけでスイング自体はまとまってくると思います。それでは打ってみたいと思います。っていったハーフショットを僕はひたすら昔からやってて、ちょっと調子が悪くなった時にはこの練習を少し見失うことがあって、それも影響してたのかなと思い、僕は最近またずっとやってます。なのでこのハーフショットの練習っていう意味で一つ基準になるので、皆さんぜひやってみると、あ、こういうことかって分かるのは出てくると思うので、シンプルにするために少しやっていただけたらと思います。こういった形で、僕の練習内容としては日頃からこのツアースティックとフラフープ、これがあれば大体のスイングの意識っていうのは出来上がるので、ぜひ皆さんもこういう簡易的な練習器具ですけど、ちょっと100円ショップによってこういったのを購入して練習してもらえたらと思いますので、ぜひ試してみてください。先ほどアイアンでのボールの位置は大体最下点、それは入射が地面に対して必要なのでアイアンは最下点の位置にボールを置くんですけど、ドライバーです。ドライバーの場合なんですけど、どうしてもボール自体をアッパーのポジションでしっかり当てていきたいので、これが上昇するっていうことを考えると、単純に最下点が低いところだったらボールが当たる位置はこの位置ぐらいになってくると思ってください。最下点がここに対して上昇してくるところで当たるので、多少左にボールがある状態っていうので当たるのを意識した方がいいと思います。なので実際はこうは置けないんですけど、実際に置く位置で意識するのは、最下点の位置がだいたい自分の真ん中、これを基準にするのはボールの位置がまず左足のかかと内側ぐらいにある意識っていうのが大事で、それに対して真ん中に置いて、ここからずれる分を自分の状態が傾いた状態で構えるので、実際はアッパーの位置で構えていることになります。なのでこの位置からで傾いた状態の位置に戻してくるのも、この最下点を通過した先で当たるようにしなきゃいけないので、この円形っていうのは別に何も変わりません。ただボールをこのまま打ってしまうと最下点に対してヘッドが左に向いたところで当たってしまうので、自分が傾いている状態っていうのを変えずにフォローに行けるとより捕まりやすくもなりますし、アッパーで打てるので球は飛ぶようになると思います。でスピン自体も減ってくるので、これを少し意識できるといいかなとは思います。少しそれを意識して打ってみたいと思います。まず最下点の位置にクラブをセットして、その位置から少し自分が傾いたらボールに近づいてくるので、その位置であとはここにあったものと同じようにスイングするのが大事です。けどこの時もハーフショットでいいので、ハーフショットでまず打っていただけるといいと思います。もう一発打ってみたいと思います。このハーフショットで打つことがすごいアマチュアの方
難しくて、ここからクラブをうまく使えると球っていうのは上がるんですけど、大体のアマチュアの方はここに上がってるのにって上げようとしたり、傾いて上げようとしたりっていろいろしてしまうので、ロフト通りに上がるっていうのを頭の中で意識できるようにすると、より再現性は生まれるかなと思います。まず真ん中にセットした位置から傾いてボールを近づけます。その位置に対してように振ってあげると、より、最下点からボールがなんで左に置くのか、まあドライバーだけなんで左に置くのかっていうのも理解できると思うので、こういった練習の時でもこういったフラフープ最下点を確認するためのツアースティックっていうのがあればいいかなと思いますので、ぜひ、参考にしてもらえたらと思います。